こんにちは、ジャンゴです。今回は Vlog プロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、ね、やっていこうと思うんですが、今回もね、無料ガチャいろいろ来てるんで、引いていってみようと思います。という感じで、ね、行きましょう。まずは、セレクトガチャ、ゲリラ模様が一つ来てますよと、さらに、アップデートで、オートでね、自動トレーニングしてくれる機能や、トレーニングのアップデートのキャンペーンなんかも来ていて、もう一つ、どれだっけ？これか。アップデート記念ベストメンバーガチャというのもあって、これも紹介無料分があるので、まあ、その辺ね、ちょっと引いていってみようかなと思いますという感じですね。さあ、じゃあやっていきましょう。まずは、あ、これも引いちゃおっか。600万ダウンロード記念チケット。いきます。さあ、ここからでもたまには来るはずなので、期待したいところだが、まあ、潔金玉ならずで左なので、これはちょっとないっすね。ただ、ここの金玉は多いけど、多分演出的にね、来ないかなというところですね。あっという間に、3枠空いてしまった。まあ、プロテインバーぐらいかな。はい。OK 。次行きましょう。まずはこちらの無料。さあ、ここも、潔。まあ、金玉右ならチャンスあり、金玉ならずの左ですね。これは星1の可能性すある。はい。星1国神。さあ、そして次は、これですね。行ってみましょう。ここも潔。まあ、ここまではウォーミングアップなんで、本命はこの先と、いうことですね。これも潔、金玉ならずの左と星1ですね。さあ、じゃあ、やっていくか。まずは、セレクトガチャゲリラ無料からいくか。まあね、ブルーロック、PWC の日ガチャとかも来てるけどね。まあこの辺はちょっと、そうだね、ステップアップとかも魅力はあるんだけどね。まあ、どうしようかな。まあ、セレクトガチャから行きましょうか。狙いとしては、やっぱりフォアレオと、クロスちぎりと、まあ、サポカ新しい方から2枚と、これで OK かな。行ってみましょう。いけ！さあ、どうよ。お、国神。なんかありそうだね、これは。国神。まあ、金玉右なら完璧。わあ、ちょっと待って！それダメな国神それダメな国神1枚ぐらい変わってくんないかなさあ頼むあと2個いやダメか悲しいやられましたねさあじゃあ次がこっちですね。アップデート記念、ベストメンバーガチャ。まあ、レオかな。フォアレオでいきますか。まあ、フォアレオね、とりあえず本体だけは持ってるんだけど、まあ、イベント限定というか、ちょっとね、フレンドにそのうち出にくくなるから、なるべくね、重ねておきたい。ってことで、このままピックアップは、固定でいきましょうか。いきます。さあ、おっと、潔か。潔の、オッケー！バロー乱入！よし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 。バロー乱入、金玉。右、ぶち抜き、完璧。演出は完璧。もう5枚ぐらい来てくんないかな。へへ、初めからなかった。あー、1枚ですね。まあ、バローだから確定は確定なんですが、何枚抜きみたいな望みは、おお、そしてクロスちぎり。まあ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 、ここはここで悪くない。クロスちぎりゲット。ほい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 。OK。そっか。この辺のチケットもね、ちょっと引いちゃってもいいんだよね。別に貯める気はなくて、なんかの動画と一緒、なんかのガチャ動画に一緒にね、引いちゃおうかなと思ってたとこなんですが、
まあなるべくね、まだ戦力アップの余地があるうちは貯めておくとかしないで引いちゃってもいいかなという方針でやってるんで、そうだね、今回一緒に引いちゃおっか。これ行きましょう。行け。まあ新しいキャラもね、ここから出るんだから取っとくのもありじゃないのっていう考えもわからんではないんだが、ただね、少しでも育成環境良くした方が育成のモチベは上がるし、まあキャラが増えるってことは重ねにくくなるって話でもあるので、まあ突を進めるのがいいゲームと思えば。おっと、このブルーロック、あれ、このリンちゃんは潰すことが俺のサッカーの全てだ。初期リンですね。初期リンか。まあ貫突はしてないから。お、セクシー、セクシーフット、あー、旧来地だよ、その目は疑ってんのか。旧来地、いや新しい方だったら嬉しかったけどね。なるほど、ちょっとまあ貫突はしてないからね、その二人も突は進むかなというところですね。じゃあ SSR の方も引いてみましょう。さあ何が来るか。そうだな、奪いに来いあたり来ると嬉しいけど、そんなピンポイントで来てはくれないか。読み込み入った、持ってないやつが来るんじゃないか。あ、違う、つぶいち懐かしいな。つぶす一択はね、俺が初めてレベル65にしたサポカは潰す一択だった。だからしばらく潰す一択使ってたっていう意味で懐かしい。なるほどね。まあ、ちょっと確定チケの中身としては3枚とも微妙だったかなというとこですね。なんか不完全燃焼なので、こちらもちょっと引いちゃいますか。まあ、3回までしか引けないから、スーパーチャンス一発目で来なければやめておこうかなとは思いますけどね。さあ一発ね。まあ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 。100が1個でもあれば。100が、おお、あったあった。まあ101個でもあれば勝ちかな。と思ってる、このガチャは。で、チャンス、スーパーチャンスとか来なかったんで、まあ追撃はしないでおきましょうか。さて、ちょっと待ってね。潰す一択のレベルをとりあえず上げちゃいましょうか。潰す一択はね、確か特別練習試合なんだよね。で、特別練習試合がなんかアップデートでも来ない限りしょぼいので、ちょっと使うことはないのかな今の状態だと。ってとこですね。お、とりあえず、レベル上がるか。1レベルだけ上がる。そうですか。まあ、ガゼンもちょっとずつ育てていきたいなと思うけど、まあ、1レベル上がったぐらいだと、初期スタミナアップ、初期加速アップの数字がちょっと伸びるだけなので、まあ、パーセンテージ変動しない限りは、あんまり育成に影響ないよねっていう、そんな感じですね。なるほど。で、選手の方は、まあ、ちぎり65はでかいね。ちぎり65はでかい。新しい力。新しい力。新しい自分。オッケー。信じてみるか。まあ、スキルレベルアップはともかくとして、本体で育成した時の成長率のアップと、まあ、あと、サポートで使った時の練習カード増えるのはでかいかな。そうだね。シャトルランちぎり増えるのはでかいっすね。はい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 。まあコンディションエクストリームかアウェイクニングの時は消費しないよという話ですね。なるほど。コンディションエクストリームアウェイクニングに入るタイプじゃなくて、その時は消費しないタイプか。はい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 。あとは旧リンちゃん、初期リンはな、初期リンまだ75だけど、戦場の支配者が貫突してるから、ここ上がったところで、まああんまり育成環境に影響はないんだよね。まあただコレクションスキルで少し成長率が上がるかな、成長率というか初期捨てが上がるかなと。まあ初期捨てやっぱほんと焼き石に水なんだよな。もうちょっと数値伸ばしてくんないと
ってとこですね。で、あ、ちょっと待って、まあ、レオ触っちゃったのは何でもない。弾けなかったなと。あとは、初期大地か。初期大地85度、85だけど、85の29ピース。なるほど。まあ、ライバルリーで1個拾えば90になるかな、みたいなとこですね。まあ、ただ、85初期大地より、75の、まあ、こっちのね、生き生きとしたライチの方が強いんでね。こっち出てくれたら嬉しかったんだけどな。あ、っていうか、こっち出たら80にできるからめちゃめちゃ嬉しかったじゃん。80にできると、スペレクトシャトルランの、練習率アップ 30% がつくんで、かなり強くなったから、ちょっとライチ違いだったな。ライチ違い。っていうかまあ、そういう意味で言ったら、リンちゃんだってこっち欲しかったしっていう。そうか、リンもライチも、新しいやつは75で止まってるから、ここ重ねたかったよねっていう話ですね。そうか、そうか。なるほどね。まあちょっとね、いろいろガチャが、種類もね、今たくさん来てて、どれがどれやらわからないみたいになってたりもするので、あ、ちょっと待って、これ150まで、あとちょっとになったな。とはいえ、あと1回引いても、2回引かなきゃいけなくてジェムはないんだけどね。まあ、ただ月末までにゲリラ無料もう1回ぐらい来てくれるんだったら、赤スパちゃんの今、ここを追撃するのもなくはないのか、みたいなことを今チラッと思ったけど、まあでもあれか、赤スパちゃんとはいえ、ここを引くよりは、ブルーロックの火ガチャとかを引く方が得なのか、もしくは星3確定のピッ、ステップアップ。まあ、ステップアップはね、貫突まで引けないならちょっと、引きにくいなという気もするんだけど、なかなか難しいね。際限なくどれも引けるっていうわけではないから、限られた、ジェムの中で悩むよなと、いうとこですね。まあ、ただ132ポイントだと本当にあと1回来てくんないかなというところはあるな。150にしたいよね。最悪150届かなくてもゲリラ無料あと1回来てくれたら確定チケット2枚交換するっていう選択肢もなくはないんだけど、まあ、確定チケット2枚交換は多分中身的には大したことないので、まあ、やっぱりクモーゼとかホワイトデーレオとか、この辺を自分で選んでね、交換できた方が嬉しいかなというところですね。そうなんだよね。新しいライチと、リンちゃんね、この二人もね、今見たら75で止まってて、引ければ80にできる感じだったので、ここら辺、この二人と、レオと、クモーゼと、この三つはね、欲しいね。そんなにポイントないよっていうところではありますけどね。なるほど。しかもステップアップガチャもあれか、ポイント貯まるのか。へえ、そうですか。そうだよね、確定枠ある方が。いやー、しかしな、このブルーロックの日ガチャもな。いや、5連っていうのがなんか、ケチってるよね。これ普通のガチャと一緒で10連とかだったら、まあ、引いてみてもいいかと思うんだけど、まあ、確率はもちろんね、いいっていうのは分かってんだけど、なんか回数半分に絞らないでほしいなっていう気持ちになってしまうというか、そんな感じですね。そっかー。うわー、でもそうね、赤スパちゃんなんでしょ今。7% だよね、でも。7% で、これピックアップしたやつしか出ないから。いや、ホワイトデーレオ、もうちょっと重ねておきたいよな。1枚交換できる可能性も見るのであれば、まあ今、無凸で1枚持ってるだけだから、55。60、65、まあ、2枚抜きすればね、そう、7%、1.75 で、2枠ぶち抜きで、レオレオって出てくれたら、まあ、レベル
65が見えるんだよね。で、自前で65持っとくのはかなりでかそうだから、まあ、ここちょっとね、スーパーチャンス中に突っ込むのもね。いや、出るなら引くんだよ。出るかどうかわかんないから引くかどうか迷うわけよ。そんな感じっすね。そうだよな。で、サポカがね、29日に終わるっていうのもね、なんか非常に気になる。これ29日の3時に新しいサポカ来るから、で、キャラの方は、まあ、1日に来ると思うので、まあ、それはそれで期待したいところではあるんだけど、違うな。キャラの方は、ここか。そうね。まあ、毎月1日の新キャラってやつですね。まあ、今回は終わっときますか。いろいろ言ったけど。はい。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。